てるからメール返してるから横向いて食べてた母の手料理そこには愛があった今日はどうだった毎日めんどくさくて別に何もないよそこには優しさがあった帰りが遅くなった時枕なテーブルに作り置きされた夕食一人レンジで温めいつもの席に座ってみるなぜだろう美味しいって言葉も